ゼルス、兜に代わるホームランの新儀式が誕生、トラウト6号で日本人注目、天使のは？エンゼルスのトラウト外野手が9日、本拠地レイズ戦で6号にランを放った。この日ベンチでは光る輪がトラウトの頭に装着された。エンゼルスのチームマークの輪でしょ。ついにソロホームランの呪いが消えたかう。トラウトはエンゼルだったんだ絶望。これでもうトラウトは一生エンゼルスってことか。ダサいけどトラウトがつけたら可愛い。あの兜はどうしたんだろう、考える。オープン戦で大谷とハグしたあたりから覚醒したよね。特に前後に強打者いないのに打ちまくるのは神。ブレイブスがトラウト獲得に動いてるとかいう話はどうなった？これで価値が回復するだろうからトレードされてもおかしくはない。こいつやばいな、大谷とタッグ結成すればこのチーム怖いものなしやろ。翔平が去り、さらに野球マシーンになった悲しき男。競合就活打法という新たなモチベーションを手に入れてそう。大谷いなくて寂しいなら大谷がいたハム来ないか？このマシーンが故障したらエンゼルスはまた急降下だな。エンゼルス的には最後の売り時だな。ここで他球団のトッププロスペクト複数人と交換するのが再建を目指す上での最善手。ここを逃すとさらに数年は暗黒期が続くと思われる。いわゆる働きありの法則なんだけど、発動するべきはトラウトじゃないんだよな。レンドーンお前だよ。これで怪我なくシーズンやれたらかなりいい成績残しそう。エンゼルスは多分夏前に PS 争いからは消えてるけど、相変わらず個人分やってるな。 WBC で人間に戻されかけてたのにまた野球マシーンに戻っちゃったね。ほんまトラウトって本物だよな。ぶっちゃけ打撃だけなら大谷ですらかすむ。マジでトレード価値があると思わせているうちにトレードすべき。こいつホームラン打つときいつも同じフォームだよな。大谷みたいにバット流されて入ったりするの見たことない。強豪チームでキャリアスタートしてたらあと2回くらい MVP 取ってそう。